吉田さん、会社を合同会社にするのか株式会社にするのかと同じぐらい、家を賃貸のままでいるのかそれとも購入するのかっていう考えって、なかなかね答えが出ないことだと思うんですけども、これからの時代のことを考えると、会社に関しては株式会社よりも合同会社の方がお手軽になってくるんで、そちらの方でいいでしょうね、きっとね。多分税理士さんにしても顧問の会計士さんにしても、いろんな事業の方が今までは株式会社を中心に扱ってきましたけども、でも合同会社を選ぶ人が増えれば、合同会社をサポートするそういった事業の人も増えてくると思いますし、今まで株式会社メインでサポートした人も合同会社のことを調べ始めると思うんですよね。そしてもう一つね、財団法人っていうのもあるんですけども、実は財団法人も結構ね簡単になれることになってるんですよ。どうですかね、株式会社、合同会社、財団法人、財団法人っていう響きの方が人の先入観に染み入っていくような、そんなねプロジェクトをするんだったら財団法人あり得るかなと思います。実はね、私ね財団法人を昨年作ろうと思って、考えていたんですけども、ちょっとその時に気づいたんですよ。財団法人ってなんか響きは偉い、公共性が高くて、一般社団法人とか NPO なんて半分詐欺みたいに言われてるようなね、そんな名称よりも随分かっこいいなと思ったんですよね。だから財団法人を私は、ね、今度ねやるんだったら作ろうかなと思ってますよね。でもね、財団法人っても別にね、機能としては株式会社と同じようなもんなんですよね。だから私たちの先入観をね、本当にどうに向かってるのかなというところでございます。まあ、くれぐれも先入観に踊らされることなく、目的と手段を明確にすることによって事業はシンプルになっていくと思います。これがね私の考え方なんですよね。でね、賃貸なのかそれとも家を所有するのかってことに関すると、私はね所有の方が勝ってるとは思うんですよ。だからお金がない段階で選択肢が賃貸しかないっていう、でそういう視点から見ると、一戸建てを購入するとか自分のマンションを持つっていうのはちょっと考えにくいんですけども、その購入できるようになってみるとね、特に一括で購入できるようになってみたら、買った方がいいじゃんっていう風な発想になるんですよ。で今の時点でも私ね、家はありますけども、こう別にローンを組んでるわけじゃないんですよ。もう払い終わっちゃってるんですよね。だから家のメンテナンスとかって費用が新たにかかってくるんで、そこは気にしなくてはならないんですけども、なんかね負債を抱えてるっていう風な負担感はないんですよ。そればかりかね、この分ならもう1軒2軒買えるなっていう気持ちなんですよ。おそらくアパホテルの社長が言われてるのも、20代で城を持て、まず1つ目を持てってことなのかなと思いますし、ホテルの経営者ともなると、言ってみればたくさんの住まいを所有してるようなもんですからね。それはやっぱり見てるところからの発信は変わってくると思います。で、何が言いたいかっていうと、そのたった1軒しか買うなり賃貸なりっていうのを選べない状況だとそうなるってことなんですよ。本当に一生かかって自分の住まいだけしか何ともならないってことになると、そういう発想になります。でもこれは所得が低い人を別に愚弄してるわけではないんですよ。それはね、選べばいい話なんですよ。この所得で賃貸でもいいよって選んだ時に、いや賃貸はダメだっていうふうな自由の拘束があったら、それはね問題ですけども、今賃貸にするのも自由じゃないですか。私なんてホームレスまでやって賃貸すらなかったという時期をね2年間過ごしてるわけですよ。人生80年としたら40分の1は私は賃貸がない状態で過ごしてるわけですよ。多分だからそこから見る景色もまた違うと思うんですよね。私は雨風さえしのげれば家はいらないなっていうところも、まあ今のように実感があるわけですし、なんかたまにね橋の下とか見ると、一晩ぐらいはそこで過ごしてみようかなっていうような気持ちにもなるのは、多分ね多くの人にはない感覚だと思うんですよね。だからこそ自分が所有した家に対してものすごくね愛着があると言いますかね、だって橋の下で暮らしていても、橋は自分の所有物ではなくて、どいてくださいって言われたらどかないといけないですし、いつものようにね、まあ、橋の下で寝ようかなとか思ったら犬の糞があったりとかねあるわけですよ。自分の権利が主張できないってところがありますね。まあ、そういったところを私なりにいろんな経験をしてくると見えてきたかなっていうところです。で、今は自分で一戸建てを所有するようになってね、近所の付き合いも出てきたりとか、それからねやっぱり信用が違いますよね。信用が違ったのはどういうことかっていうと、あんな大きな家を持ってる人だからっていう信用がついてもあります。だこれはね所有しないとなかなか得れないことかなと思うのと、あと賃貸と持ち家で本当にね、これは
大きく違うなと思うのは、賃貸って周りの人も賃貸なんで入れ替わるんですよ。それが一種の身軽さではあるんですけども、あの関係の作りにくさ、地域に溶け込むことがなかなかね難しいところではあると思うんですよ。自分もいなくなるかもしれないし、周りの人もいなくなるかもしれないということですよね。でも持ち家になると周りの人も持ち家なんですよ。だから多分来年も3年後も5年後も10年後もいるだろうなっていうふうにお互いに思ってるところから、ある程度の長い関係とかプロジェクトっていうのが成立するんですよね。だからここはかなり大きいなと思います。もちろんその上でこれからの時代は持ち家を持っているんだけども、なんかね出かけることが多かったり顔を合わせないことが多かったりっていうふうになってくる方もいると思いますけども、少なくともお互いに長い付き合いをしましょうねって関係が生まれることが生まれるんですよ。ここでですね、一つの象徴的な例をお話しします。実は今ね、福山市では、有名な作家さんがいらっしゃってね、水野勝成を新聞に連載していらっしゃる方がいるんですよ。この方が私の住まいの同じ町、あ、違うな、広島県の出身でね、40を過ぎてから歴史小説を書き始めた、独学でそれこそ書き始めた方がいらっしゃって、その方がね、あの藤井富子さんっていうんですよ、でも1947年生まれなんで今もう70代中盤から後半ですね。この方がね、今度水野忠邦で舞台を作って、で舞台俳優を探しているんですよね。で今までは演劇部の方を中心に、いわゆるねプロの卵をずっと使っていろんな演劇をしていたんですけども、今新作水野勝成といえば、まあ、福山城藩主で徳川家康の親戚という形でございますけども、かなり力のある人ですけどもね、全国行脚をこむそうとして回って、そのうちに、10万石をこの福山にもたらしたという人なんですけどね、その水野勝成の舞台をやるので、まあ、俳優を探していると。とりあえず主人公が決まらないと他の配役が決まらないんで、どうかなということで、私のお隣さんにお話があったところ、私を推薦していただいてですね、まあ、私は別にいいですよという形で、あとは私のね、まあ、セリフの能力とか演技の能力とかが間に合えばですけども、まあ、私はすごくイメージにぴったりらしいんですよ。で私も別に暇だからいいよということでね時間があるからできるというところでもありますけどね。でこれも私が賃貸だとこういう話にはなんなかったと思うんですよ。今まで5年間この土地に新参者としてやってきて、お隣さんとの関係を強めてきた、周りの人との関係を強めてきた、で私も民謡や三味線で舞台をやってきたってところを見ていただいたのもあって、まあお願いしやすいなという信頼関係が生まれたんだな、先入観が生まれたんだなっていうところで、ある日ね、ちょっと庭においでっていうことで庭の縁側の方でこういう話をね、この新聞の切り抜きとともにいただいたんですよね。中国新聞でずっと連載している、今現在進行形で連載している小説であり、その小説の挿絵を書いているのが今回お話をくださったお隣さんということでね、そして私が今度この舞台俳優になるということで、まあ、まだね決まったわけではありませんし、他の候補者もいらっしゃると思いますんで、これから厳しい選抜が始まると思いますけどもね、私もこうやって YouTube で喋り倒してきたわけですから、それからね多少なりとも演技にまあ関わっている身としてですね、これは落とせないなというところでございます。まあ、これが一つの象徴的な例ですよね。一戸建てに住んでいることによって地域との関係と信頼が生まれ、これからも数年数十年この町に暮らすだろうという先入観からこういった依頼が来るんですよね。舞台っていうのは1年ぐらいかけて作るものですから、あのやっぱりね来月いるかどうか分かんないっていう人にはなかなかね話しづらいことなんですよ。すいません引っ越すことになっちゃいましてって言われても困っちゃいますからね。ということでね、舞台俳優としての新しい人生が私のところに、まあ、舞い込んできたのかなっていうところでございます。まあでもね、みんなにこういうことが来るとは言いませんけども、私の見えてる景色からすると、一戸建てで腰を据えてよかったなってところですね。では、以上ですかね。いってらっしゃい。